夏記者バレーレガーのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、ですねクラリネットをお届けしますけれども、皆さんは、スタン・ハッセルガードという人をご存知でしょうか。スタン・ハッセルガード名前からしてなかなかアメリカ人ではないなというふうに思いますよね。スタン・ハッセルガードスウェーデン人なんですね。はい、その人をちょっとクローズアップしてですねご紹介したいと思います。ですけども、まあそのバンドリーダーはベニー・グッドガンなんですね。今日お届けするのはこちらになります。ですね、これはですね、スウェーデンのそういった、エアチェックですね、いわゆるラジオでの放送を、録音したものを出したりというドラゴンという、まあ、有名な、スウェーデンのレコード会社なんですけれども、そのドラゴンという、レコード会社から出してる、ここにありますね、アルバムのタイトルとしてはスウェーディッシュペーストリーで、ここにあります、スタン・ハッセルガーデン&ワーデル・グレイ、ワーデル・グレイテナーサックスをしましたね。それからウィズ・ベニー・グッドマン・セプテッド1948とあります。これこの中にも非常にもう全てこのレコードのですね意味を表してるんですね。もう非常に、すごく、聞きどころのあるレコードなんですね。まずスタン・ハッセルガードがいるということですね。これここにワーデル・グレイという、デクスター・ゴードンとテナーバトルもやってましたよね。まあ、彼はこれ1948年でこういうサックスを吹くんだなという驚きなんですね。まあ先輩格にパーカーがいますし、それからレスターヤング、まあ、アルトとテナーなんですけども、この2人を合わせたようなクールであってヤングのようなレスターのようなでパーカーのようなバック色のあるそういった2つを合わせたようなそういったものを持ち合わせているこのワーデルビューなんですよね。1955年に彼なんかトラブルがあったんですね。撲殺されてしまうんですね。気の毒ですね。37、5歳だと思うんですけども、はい。それから、まあ、ベニー・グッドマンがセプテッド7人ですよね。それから1948年、それでですね、ベニー・グッドマンだから7人ですよね。それで、つまり2クラリネットからサックス、これで1、2、3でしょうね。あと4人、ピアノトリオに上からギターが入るんですね。このギターは、レニー・トリスターの門下のビリー・バウアーですがギターに入ってます。はい。でピアノがテディ・ウィルソンですよ。それからベースアーノルド・フィッシュキン、それからごめんなさい、トミー・ポッターが、トミー・ポッターじゃないですね、ごめんなさいね、ドラマはメル・デルニックっていう人です。スウェーデン人ですね。それでですね、先ほど言いましたようにこの人がスタン・ハッセルガードです。スウェーデンで1922年に生まれて、でスウェーデンで、まあ、活躍してて、それで47年、この前年ぐらいにですね、アメリカに勉強するためにですね、コロンビア大学で勉強するために渡米してきたんですね。それで、まあ、皇室たちとセッションしてということで、それで、ベニー・グッドマンが、こういった、こういうところが、ベニー・グッドマンはすごいですよね。なんて言いますか、古いものに、とらわれずにですね、新しいものを、入れていくという感じで、それで彼を入れるんですね。それとワーデル・グレイみたいな人を入れる、つまり
スイングのキングオブスイングの彼がこういった人たちを入れて、まあ、なんていうんですかね、1948年ですのでまだハードワップも始まってない、バップからそういった、クールへの過渡期のクールバップとも言えるようなそういったものを作り出していくベニー・グッドマン自身もやっぱりすごいなと思います。はい、すみません、長くなりました。それで、ですね、聞きどころは何といっても、スタン・ハッセルガードです。それで今日お届けするのはこのスイージースペーシュリーという、まあ、バーニー・ケシーの曲ですけれども、これをこのアルバムでは3回やってるんですけれども、2つを以外の第1番目のやつがですね、グッドマンは吹かずにスタン・ハッセルガードのがソロで全部クラリネットを吹いてるんですね。これをまずお聴き、もうモダンクラリネットなんですよね。もう古臭くない、そういう人なんですよね。で、彼はなんとこの年1948年、この後自動車事故で亡くなってしまうんですね。ですので26歳ですか。もう本当に彼がまだ生きてればですね、どういったプレイヤーになっていくんだろうかというふうに本当に惜しいですよね。もう本当に自動車事故でもう死ぬ人がもう多いですよね。ラファロにしてもクリフォード・ブラウンにしてもですね。それとあとワーデル・グレーのこのサックスが出てきますので聞いてください。それからビリー・バーバーのクールなギターからバックにはテディ・グリフィンのピアノ、素晴らしいですよ。非常に短いです。3分ぐらいです。はい、では、この中からスイージースペーシュリーお聴きください。ジャズはいいよ。Thank you.
Thank you.